あ、こんにちは。こんにちは。わあ、すいません。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、その生年月日をお願いします。1973年。うわ。ちょっとドキドキしてきた。なんか。ドキドキですか。僕は今、生年月日を書いたら、手が震えてきたんですよ。まず、さんは、今、アメリカに、住んでいらっしゃるっておっしゃったんですけど、どこに住もうが関係なく、生まれ持ってのこの体質は変わらないと思うんですね。で、はちょっと、霊媒師的なこういう体質を持ってるんですよ。わかります。自分でもわかるんですけど、最近実を言うと、姑と同居することにななる前に、神様から声聞こえてたんですよ。あんまりいいようには聞こえなかったんですけど、それからここ最近は押されてる気分っていうか、前は簡単に神様というか、上の方との交流っていうか、交信が簡単って言ったらおかしいですけど、速やかに言ってたんです。最近もなんか自分自身の何かがおかしくなっているようで、私旦那のことをとても愛していたの、愛してやっとで一緒になれたのに、全てなんかおかしくなってきています、今。今住んでる家にちょっと、神様的なものを持ってるんですか？沖縄ヒノカン聞いたことありますよね。ヒノカミ様と、ね、2年ぐらい前に神から声が聞こえた時に、夫婦神を祭りなさいって聞こえたんですよ。夫婦神知ってますか？いや。夫婦神というと夫婦の神様を祭りなさいって聞こえて、それで私の旦那がお祈りをする場所を作ってたところに、私の好きな石と旦那が選ぶ石を置いて、そこに2人で祈り、お祈りを毎日あげてたんですよ、朝と夜ですね。ですが、最近はちょっとそれが思うようにうまくっていうか、前みたいな気持ちがちょっとなんか押されてる気分でできなくなってきてるんですよ、私。でも持ってはいます。2つって言ったらおかしいですけど、火の神とこの自分たちが眠ってる部屋にもう一つ、夫婦神って私と旦那がお祈りする場所みたいに作っては置いてます。旦那の生年月日をちょっと教えてもらっていいですか？1976年。旦那さんは日本人ですか？それとも、います。そう、黒人です。アメリカの方ですよね。なるほど。でもすごいこういうことを信じる人です。そうですね。信じるんですけど、ちょっと宗派が違うっていうか、なんて言えばいいんでしょう。確かに、このシャーマニズムっていうのは同じなんですけど、神様が違うっていうか、そういうのを感じるんですね。ちょっとそこが合わないっていうのもあるんですね。私と私の旦那がですか？合わないっていうのは出るんですけど、ちょっと待ってください。今、家の中で全部そういうのを祀ってるんですか？それとも家の外に何かあるんですか？家の外にはないです。私と旦那が眠ってる部屋にそれを祀って、で、台所に火の神様、沖縄の風習で火の神様っていうのを。なるほど。その日の神様か。特になんか、ちょっと、この神様的な問題ではなく、ただなんか、ちょっと浮いてる、なんか落ち着かないっていうのを感じるんですよ。正普通、直に言うと、姑との関係もありますかね。
そうですね。姑さんのその宗教っていうか、また信じるのが違うんじゃないですか？く違います。じゃあ、まあ簡単に言えば、そのカトリックか、こういう外来の宗教じゃないですか？セブンデーっていう、クリスチャンなんですけど、あ、クリスチャン。セブンデーアドベンティスっていうクリスチャンの方なんですよ。で、私は火の神様に、沖縄では、一緒に住んでる同じお家の、一緒に住んだら、その人の名前も入れて、普通はお祈りするんですが、神様から声が聞こえたのが、この姑のは、入れたらダメって言われたんですよ。要は私の家族っていうのが、私と私の旦那と私の2人の娘を日の神に拝むことはいいですが、旦那の親は別々にしなさいって言われたので、別々にしてるんですよ。で、目に見えるものから見えないものまで全て別にしてくださいって言ってるんですよ。で、同居する前に、上から聞こえた声が、蜘蛛の巣に引っかからないように気をつけなさいっていう言葉と、開けたらいけませんよって言われたんですよ。で、それを正直言うと、いい気持ちはしなかったんですが、旦那のもちろん親ですから、何か起こるだろうなと思ってたら、案の定起こりはしました。嫁姑みたいな感じのことがね、すごく。昔にっていうか、1年前に比べると、おとなしくはなっているのですが、私自身が全て押されてる気分になってるんですよ、今。じゃあ、姑さんの生年月日も教えてもらっていいですか？1939年で、私の娘と全く合わないんですよ。喋れません、お互いに。この生年月日を書いて、僕は文字一個一個当てていくんですけど、で、この姑さんの生年月日を書いた瞬間、ああ、強いな。だから、この方も、まあ、簡単に言えば、霊媒師なんですよ。だから、神同士の喧嘩？まさにその通りだと思います。で、なかなか姑さんも、ちょっと曲げないところある？とってもあります。どうしましょう。もう、同郷なっちゃってますよね。で、いつも思うのが、いつになるとこの状況が終わるんだろうっていうのは毎日考えてしまいます。で、何て言うんだろう、自分自身の性格では結構我慢をしても、今自分の、要は私の旦那の親じゃなければ、とっくに爆発してる、本当に爆発して終わってると思うんですけど、旦那の親っていう頭があるので、我慢はしてますが、息苦しいです、正直言うと。僕が一番最初に言ったでしょ？さんは、要するに、この韓国で言えば、無だ。で、神様の声も聞こえるのに、神様の指示通りにやらなかった。そうなると、やっぱりバッチなんですよ。もう、こうなった以上は、さんの神、祀ってる神様に、謝るしかないんですよ。だって、姑さんを追い出すことはできないんじゃないですか。もう今できないでしょ？だったら神様にずっと謝るしかない？毎日神様に姑のことを入れてしまったことを謝るんですか？それまず、神様の指示に逆らったこと先に謝るんですよ。だって入れるなって言ったのに入れたんでしょ？それを、まあ、逆らった。まず逆らった。で、そこを許してくださいって、まず許しをこいで、次が姑さんも神様どうか受け入れてくださいになるんですよ。最初から受け入れじゃなくて、まず謝るのは、だって今まで神様の言われた通りにやって悪いことはなかったはずなんですよ。
本当になかったです。本当になくて、夫婦喧嘩も時にはあるんですけど、うんうん、夫婦喧嘩っていうのは今のようには全くなくて、そう、私の友達とかに言ってるのが、うん、姑と同居するようになって、うん、夫婦の和合も乱れて、うんうん、家族の和合も乱れて、親子の和合も乱れてしまってるんですよ。はい、それが全てが乱れてしまいました。うん、その家の神様、だから基準の神様と、まあ後から入ってきた神様との喧嘩なんですよ。うん、はいはいはい。で、僕がよく、まあ、言うんですけど、船長が2人3人になっちゃうと、その船ってまっすぐ行けないんですよ。いや、はいはいはい。うん、で、今ちょうどそういう状態、さんと姑さん、どっちかというと、ちょっと姑さんの方が強い、もっと強い。だからその強いっていうのが、まあ力の強さとかこういうのじゃなくて、何か持ってる何かが強い。あの、一つ聞いてよろしいですか？はいはい。いい意味でですか？悪い意味でですか？ああ、その強いっていうのですか？姑さんは破壊を持ってるんですよ。はい。まさにその通りだと思います。うん、あの、怪奇現象知ってますか？はい。もう怒ってます。あ、で、私の旦那も、自分の親ですけど、うん、私が言わなくても、うん、私の旦那が、彼女は、眠っているのに体は、うろちょろうろちょろしたりしてるだろうみたいなことを旦那が言いました。私もそれは思ってたんですけど、もっと、あの、全然気も使わないで、全然、あの、正直に言われた方が、はい、私もとってもなく、うんうん、あの、なんかちょっとおかしいんですよ、正直言うと。はい。で、私の娘も近寄りません。うん。だから、その娘さんは本能的に、姑さんから漂う、ちょっと破壊の気温を感じるからなんですよ。はい。はい、当たってます。うん、だから、彼女は、はい、本能的に関わりたくない。はい。僕が言いたいのは、この姑さんは、まあ、さっき破壊が強いって言ったんですか、生まれ持っての破壊を持ってて、で、彼女は、まあ、人間関係も破壊が入る、で、金銭にも破壊が入る、はい、そういうのがあるんですよ。で、もっと、はい、まあ、その中で一番が、やっぱり人間関係ですね。まさにその通りです。うん。周りに、さっき言った宗教の人間以外の付き合いが全くないはずなんですよ。はい。うん、全くそうだと思います。私の旦那も言うぐらいです。はいはい、あの、上辺の付き合いでみんなちやほや昔はしてたけど、うん、今、現実は、はいはい、心から彼女のことを思う人は誰もいないって言ってました。うん、だから旦那さんも自分の親だから、まあ、親だから仕方なく縁をつなげてるっていうか、まあ、とにかくそういう感じで、はい、親じゃなかったら特にもう縁を切ってるはず。うん、言ってました、はい。それも言ってました。それと旦那さんがちょっと親元から早く離れたはずなんですけど。あのですね、うん、私の旦那もこの親に潰されたっていう言葉が合うかどうかは分かりませんが、10代、17歳の時に何か親に相当傷つけられたみたいで、あの精神的に。それで、あの、兵隊、マリンの方に行ったんですよ。はいはい、うん、早く出てます。うん、で、まあ、そうですね。旦那さんは精神的に嫌なことって言ってたかもしれないですけど、僕はちょっと虐待、そういうのもちょっと感じるんですよ。虐待、はい。はい。はい。うん、それも言ってました。はい、精神的、肉体的、はいはい、いつも、あの、小さい時っていうか、あの、はい、中学校とかだと思うんですけど、うん、彼女の足音が聞こえるだけで怖かったって言ってました。そうですね。はい。この問題どうしましょう。どうすればよろしいですか？あの、一つ聞いてよろしいですか？はいはい。明日からまた、あの、家族とかが来るんですけど、4日間だけですね。はい、それも正直言って重いんですけど、うんうん、この私の旦那の方の家族から私に対して生き量とかあります？